シャルさんと声優さんと普通の人、私たちはそれぞれ別の次元に来ています。そこでこのコーナーでは様々なシチュエーションにおけるバーチャル界と声優界、おまけに、普通の人がどんな違いが出るのか送ってもらうコーナーです。はい、ではメールを紹介していきます。はい、ラジオネーム青勝さんからいただきました。ありがとうございます。シチュエーション、くしゃみをした時の反応。普通の人、ごめんくしゃみ出た。声優さん、すいませんもう一回撮り直しお願いします。バーチャルさん、ごめんミュート間に合わなかった。バーチャルさんのリスナーさん、くしゃみ助かる。絶対それだと思う。うん、助かる、絶対それだと思う。でもこれそのバーチャルさんのリスナーさんじゃなくて声優のリスナーさんもそうだ。あ、そうだ。なんなのこれ。っていうかさ、もう声優さんはさ、うん、収録中にさ、クシュン、もう一回お願いしますってある？たまにあるよ。あるんだ。あるあるある。へえ、面白い。はい、お次、ラジオネーム白猫さんからいただきました。シチュエーション、ヘアスタイル。普通の人、一度変えるのに決心が必要。声優さん、キャラクターのパーソナルカラーに合わせて染めたり、カツラやエクステでキャラクターのヘアスタイルを再現する声優さんたちがすごい。すごいね、感想。バーチャルさん、数秒でヘアスタイルを勝手に変えられる、すごい。確かにすごい。星町さん、それはどう見ても桜ですね。あ、ゴミのやつ、ゴミ。そう、ゴミのやつ。桜ですね。まだ言ってんだよ、アーモンドだっつってんのに。桜ですよ、あれは。アーモンドだよ、アーモンド。匂わせだよ。え、でもさ、私さ、声優さんのさ、キャラクターのパーソナルカラーに合わせて染めたり、カツラやエクステでキャラクターのヘアスタイルを再現する声優さん、めっちゃ好き。目感想。そう。めっちゃ好き。めっちゃ嬉しい、やっぱり。え、嬉しいね。やらない、あんまり。あんまりやらないかも。まあ、でも、静香ちゃん、あれでもね、黒髪だし。あ、そうそうそう、黒髪で一回なんかね、うん、あの透け毛みたいなのつけて伸ばしたことあったんだけど、うん、なんかもう頭痛くなって。まあ確かにそうだよ、ね、無理だと思ってやめた、うん、やめたんです、ね、そう、だからすごいよ。すごいよね、確かに。あれ、なんかストレートヘアだ。え、これだよ、ゴミのやつ。あ、これがゴミのやつ。そうだよ。ストレートヘアだじゃないよ。これ桜だよ。いやいやいや、アーモンドの花ですからね。あ、前髪もちょっと違うのか。あ、そうだよ、パッツンになったの。かわいいじゃん。でしょ、絶対桜。はい、はい、アニパ、アニパ。